にちは、のぶです。では601日目、リボルブ連続10回挑戦ということで、今日は初めての公演からお届けしたいと思います。ちょっとね、自分もやっぱり場所も変えて気分をリフレッシュしようかなと思って新しい公演に来ています。というところで早速リボルブをやっていきたいと思います。よし、じゃあ今から5分間ですね、やっていきたいと思いますので、よいしょ、では行きます。5分間です。よいしょ、これ暗い、ちょっと待ってください。暗いですよね、気にする。ちょっとこうしようかな。よし、じゃあちょっともう一回キャンセルで5分間やっていきたいと思います。よし、じゃあ行きます。ボールに。
2分延長でちょっと行きたいと思います。終わりましたね。こう6回7回とかぐらいで特に進展はなかったですけど、今日は10回いかなかったですね、うん、なんか今日はボールが安定してなかったですね。真上に同じ高さで上がってなかったので、そこがちょっと、うん、なかなかうまく回数が続かなかった原因かなと思いました。ただ、まあ、今日はこうやって新しい、まあ、初めての公演でやるので、いやめちゃめちゃ楽しかったですね。やっぱ気分がやっぱり違いますね。やっぱ場所を変えると人ってもう気分も変わっていいかなって思いました。なのですごく楽しかったですね。ありがとうございます。やっぱ楽しまなきゃ続かないですよね。なので、まあ、
また継続できるようにやっていきたいと思います。では今日はこの辺でおしまいしたいと思います。新しい公園からお届けしました。いつも応援ありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。